マイク・ポーカロはアメリカの主にセッションミュージシャンとして活動していたベーシストで東東のメンバーとしても知られる。後年は ALS を患い、2008年より療養生活に入っていたが、復帰を果たせぬまま2015年に死去した。ジャズパーカッショニスト、ドラマーの上ポーカルを父に三兄弟の次男として出生。同じく t o のメンバーだったドラムスのジェフ・ポーカロは兄。 キーボード奏者のスティーブ・ポーカロは弟。高校時代より、兄弟のジェフ、スティーブや、デビット・ペイチ、スティーブ・ルカサーラと共に、バンド活動を始め、以降は主にいたアーティストやバンドのサポートを中心に、活動。サポートミュージシャンとしては、ジョー・ウォルシュ、ボズ・スキャックスとの共演で知られていた。同じく、セッションミュージシャンとして活動していたジェフ。 スティーブが結成に関わった TOTO がメジャーデビューを果たすがこの時点ではマイク自身はまだ同バンドの活動に参加していない。1982年 TOTO 法リリース直後に脱退したデビッド・ハンゲートの公認である正式メンバーとして TOTO に加入する。TOTO 法収録曲のプロモーションビデオはハンゲートが脱退後に撮影されたため映っているのはマイクであるが音源は ハンゲートのものが使用されている。2007年に筋粛性即作効果症を発症し、療養することとなり、コンサートツアーには、リーランドスカラーが代役として参加したが、マイクが復帰できないまま、翌2008年に、TOTO が解散となった。2010年、マイク9歳のためにペーチや、ルカサー、弟のスティーブらが TOTO を期間限定で再結成し、ツアーを開催する。 ベースには、フォープレイのネーザン・イーストが代役を務めたが、東東の公式サイトでのメンバー一覧では、療養中も正規メンバーとしてそのまま扱われていた。2015年3月15日午前0時14分、自宅で家族に見取られながら死去したことが、弟のスティーブによって、Facebook で公表された。59歳没。世界的に見て語源ベースを最も早い時期に使用した。 プレイヤーの一人であり、語源ベースが世に知れ渡る前には、ロービーを効果的に使用していた。使用ベース、主な使用ベースは、以下1999年に PV とエンドースしたことで、ステージでは主にシーラスを弾いていたが、レコーディングや地元の小さなギグでは、様々なベースを使用していた。使用機材アンプ。ありがとうございます。